こんにちは。やっほー。ちゃんと今日は忘れずにやっております。前回はね、前回っていうか昨日ね、もうちょっと忘れたんですよ、完全にね、完璧に完璧に忘れてて、今日ちゃんと忘れてないです。もうちょっとしたらね、私も家出ちゃうんで、ちょっと家出る前、なんかもう暇すぎてさ、ずっとなんか食べてんだけど、やばすぎ。お腹いっぱいなのに食べすぎてて、ほんとやばすぎだし、最近食べすぎてて、だいたい朝起きるじゃん、胃もたれしてんの毎日とか。なんか普通に胃もたれして胃薬飲むじゃん。でもね、その後ね、結局また胃もたれすんのやばくない？食いすぎなんだけど、マジで。なんかちょっと気にしてて、太ったからめっちゃ落とさないとって気にしてたんだけど、なんかそんな気にするのパーンってどっか行っちゃって、もう今めっちゃ食べちゃってんの。ああ、もうダメだおりゃっていうナウなんですよ今。そうね。しかもうちの今日の前髪なんかキモいんだけど、なんか変、なんかうまくいかない。パッツンにしたかったんだけどさ、なんかこっちがやっぱり前髪少ないのかな。うちこれがいい感じにこっちに来てくれるとめっちゃいい感じなんだけど、これがこっちに来ちゃうからね、なんか難しいな。できない。いやもうどうせ稽古だし、今日はね基本後半、今日は第2幕。もうみんな多分稽古やってるけど、私で、あの、出番ないから。ね、こういう時さ、本当にさ、私時間間違いしてる。でも合ってるはず。ああ、合ってる合ってる、全然合ってる。いや、するよね。髪型がまたやはらつんのキャップかぶっちゃう。だって私あれ持ってないの。そう、っていうか、そうなっちゃうのめっちゃ嫌なんだよね。今日も髪の毛ツヤやばい、早く美容室行かなきゃな。その日のさ、進み具合次第すぎてさ、あれなんだよね。行ってない。あ、でも2ヶ月ぐらいかな、行ってないんで。冬は乾燥するからね、ちゃんとオイルつけてるんですって。オイル、そう、なんかうちがまださ、だけどさ、1日2日なんてどこも休みじゃ。そう、でも稽古終わったら一応何時までっていうのが決まってるんだよ。あ、じゃあその余ってる時間どうしようみたいになるじゃん。それが行きたいじゃん、どっかで潰す。そう、目を持ってさ、でさ、そう、なんか時間も、切りたいんだけどさ、じゃあ早く。あ、とりあえずね、この髪型、いやマジでもう始まっちゃうんだけど、本番うちこののね、どうなんでしょうね、全然わかんないっす。なら切るで、なんかウィッグなるんだったら、もうそれだったら先切っときゃよかったじゃんみたいになる。
干届かないぐらいの長さだったんで、ポニーテールとかあとは多分無理だと思います。うん、姫カット自分の予防は入れる。そう、でも逆に増やすと前髪分けら、でも増やすって言ってもちょっとだけ、私あんまり増やしすぎる、ちょっと前ぐらいのな、本当にあとちょびっとだけなんだ。ねちょっと探してるんだけど、遡ってが少ない。もうちょっと前の時もうちょっと多かったんだよね。顔の縦があんまりない分、横が広さが目立っちゃうから、面長そう。少なくても前髪多くて、多いっていうか、なんか横幅に広く取ってた。ここまで多いとちょっとな、すごい難しいね。私お前にしちゃうとね、この時前髪作りたてぐらいの時増やしてもらって、ちょっと多くて重いなってなっ、癖で曲がっててもあんまり気になんないからね。取れるないか問題なんですけど、だって分かったから、この日休みって余っちゃって行けなくて切れなかったんです、去年。嬉しい。お家を出てお稽古行って、今日はちゃんと忘れなかったよ、ちゃんと。なわけでみんな、でもねマジで割とね美女漏れてるから、まあよかったらゲットして。ちゅっちゅっちゅ、こんな感じ。これと戻ってきたね。いや前回のイサヤマックスさんのやつもグッジョブだったけど、今回みんな、しかも意外にさ美女さ、いつもその時のね美女めっちゃ漏れてんのよ。うちこの時の自撮りもね結構漏れてんの。何が漏れてるかって、前髪も超決まってたしよ、なんかいい感じだった、全ての髪型が。ひろのそらさん、12しがさん、11横井よしさん、11なっていさん、35197333、今日も結構頑張ってね。自分の4位はるたろさん、3位ひーすに変えたってカレーパン食べた、おーありがとう。そして今日の第1位はナーラブさんです、ありがとうございます。はい、というわけで、今日も見ていただいて本当にありがとうございました。ということで、よかったら本当にゲッチューしてください。最強ツインテールの衣装なんだけど、ツインテールじゃなくて最強ハーフアップ。髪飾りもねめっちゃ可愛くて、横毛といい超いい感じだったのよね。てかこの髪飾り可愛い、ピンセット。この日のビジュアルが漏れて、本当に悲惨なの今のまつげ。なんか泣きたくなってきちゃったわ、本当まつげなさすぎるよ。もう本当にやばい、出ちゃっててなくて、もうなんかかわいそうなことになってんのまつげ。そう、なんか私がずっと使ってたまつげ美容器がなくなっちゃって、もうまつげ美容器いつも2つ使ってたんですけど、1個のそのいなくなっちゃって、ね、もうこっちの安い方1本だけいって、やっぱねダメだわ。でもなんかさ違う、なんか今の、虫がさ、そうだからさ、なんか次とかさ美容液とかさ、なんか欲しいって思って、なんかね、そうそうネット通販全然できてないからさ、もう化粧水とか美容液とかがなくなってきたやつは、日本の発想だったらね全然大丈夫なんで。めっちゃ伸びるよ、うちマジでそのまつげ美容液使ってなさすぎて、今本当にやばい、まつげなさすぎてさ、マスカラがさ、そうまつげ美容液今なす、まつげ育成できてないからまつげがないのよ。
よし、そんな感じで今日も見て